松井秀喜を超える、米通算176塁打、非選手単独最多1位にドジャース10雨霊メッツ、日時間22日ロサンゼルス、メモリアル弾に、驚愕の事実が発覚した。ドジャース、大谷翔平投手は21日、日時間22日、4度コロチ、メッツ戦で5号にランを放った。この一発は、米通算176塁打となり、松井秀喜氏を抜く非選手最多になった。メジャー7年目で到達した節目の一発だが、最新データによると、その一発の凄みが増してくる。データ解析システム、スタッドキャストを使い、塁打の詳細データを可視化するホームランレポートが、大谷の176号について21日、同22日に投稿。同サイトによると、打球速度 110.0 マイル、約 177.0 キロ、打球角度30度、飛距離423フィート、約 128.9 メートルだったという。加えて、メジャー全39場でも、塁打となった、文字通り完璧な一撃だったことも伝えられた。ここまでは、一般的なデータだが、同サイトの映像では、フィールド上の選手がどんな動き方をしていたかまでも、可視化されている。大谷がボールを捉えた瞬間を見ると、右翼手のスターリング・マルテは、文字通り一歩も動かずに打球を見届けていたことが、丸わかりとなった。マルテだけでなく、他のメッツの選手を見ても、微動だにしておらず、敵軍選手からしても、打った瞬間それとわかるホームランだったようだ。この投稿を見た日米のファンも続々と反応。全野手が確信、動かない、文句なし、外野が全く動いてなくて草、誰も動いてない、満場一致、ノーダウター、疑いの余地なしと驚いていた。フルカウント編集部、